みむじみレッスン TV オンライン、レビット、円や円弧の中心点を次、表示する方法についてです。みむじみレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。先日、このようなご質問をいただきました。円や円弧を中心点を分かる状態で書きたいという要望でした。回答としては中心マークを表示というのがプロパティに表記されますので、そこをオンにすると参照面などに拘束をすることが可能となります。では実際どうなのかというのをやってみたいと思います。こちらですね、この真ん中に合わせたいですね。例えば押し出しにして円にします。プロパティのところをいただくと、ですね、とところですね。で、ターゲット出てくるというところになります。いかがでしたでしょうか。8月も好評でした。在宅応援キャンペーンは9月は20日、21、22の72時間限定となっています。お問い合わせいただく方はこちらのフォームからお願いいたします。いかがでしたでしょうか。本日のみむじみレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。